はい、皆さん、こんにちは。大田です。呪術廻戦ファントムパレード、新しいイベントが始まりました。それがストーリーイベント、暗影地に落ちる、暗影の落ちる地にっていうやつですね。それで、その新しいイベント開催に伴って、SSR 確定ガチャが引けるようになったんですよ。やばないっすか、これ。あ、これ、優勝なんだ。優勝なんだ、これ。マジか。それは知りませんでした。はい、ということで。なんで、じゃあせっかくなんで、引きますか。ね。俺、無償ガチャだと思ってた、これ。これ。1回限定で SSR キャラが当たるってことなんですよね、これが。当たるキャラクターに関しては、まあ、いつも通りのキャラクターが出るのかなって感じで、別にいらないなって人はこれ引かなくてもいいと思います。ね。その SSR の確定ガチャ分があったら、新ガチャ回した方がいいのかなと思うんですけど、ちなみに、伏黒くんってどんな能力なのかちょっとだけ見てみたいなと思います。全体、ね、15消費、連続切り払い、全体に攻撃。全部16消費するのかな全、あ、これ2個目だ。お前1個目だ。これは。切り払い。近接ダメージ。ね。術式、なんか、なんだっけな、この、看護暗影帝だったっけこの読み方って。ねえ、なんとか中ってやつ。なんか領域展開できるんだよね。で、全体攻撃。そして、これだ。疾走斬り。25消費ですね。複合ダメージなんだ。これは。なんか、領域展開中だとダメージアップ系とか、スタン付与 100% やばいな、これ。こっちは何これ。領域展開中は、体術の複合ダメージも入るという。さて、それでこれがですね、看護暗影帝あってたね、領域展開。ついに領域展開が使えるキャラクターが出てきたんですよね。今まで使えるキャラクターでね、いなくて、いたとしても呪霊側のね、ジョーゴとかしかいなかったんですけど、まだみんな持ってないと思うんですよね。幻影コイン、メダルが、幻影コインが足りてなくて。で、これですね、領域展開4ターンの間、自身に攻撃無効、必殺ゲージ上昇無効。効果終了後、呪力ゼロ、呪力消費効率アップ不要、などなど。らしい。ほう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 。まあ、いろんな追加効果あるから結構いいよな、ほんと。他の領域展開に押し負けるとかもあったり。ちょっと面白いな、これ。ねえ。はぁ、ちょっとこれ、領域展開キャラは欲しいんですけど、これ引くかはちょっと置いときましょうか。ね、世界の評価を聞いてからにしましょう。はい、というわけで、今日はちょっとね、こちらの SSR ガチャ、そして SSR の斬死ガチャ、引きたいと思います。さて、こちらなんですけど、なんだろうな、キャラクターは俺五条先生とつりたくて。で、斬死は何が欲しいだろう。これ結構むずいよね、欲しいやつって。ねえ。みんな何欲しいっすかねえ、あれこれキャラクターも出るんだ、これ。斬死。いやー、これむずいよなー。規格外そろそろいる？規格外とか出てほしいなって思いつつ。ねえ。そんな感じなんですけど、せっかくなんで引きましょうか。ちなみに優勝ガチャ、6000いるんですけど、どれぐらい買えばいいのかっていうところ見てみましょうか。なんかいろいろ売ってるね、新しく年末年始のやつ。これとか買えばいいのか、詰まるところ。まあ安く買うんだったら3000円と1000円のやつ2つ買えばいいのかな。優勝4500、そしてこちらです、優勝1500のこの2つ。だから4000円分のガチャですね、これは。詰まるところ、今回のやつって。はい。7500の方を買うと、ファンパレのガチャチケットがもらえるので、このガチャチケット欲しいって人は、こっちの方がいいのかもしれない。ね、みんなどれ買うのか、ね、財布と相談してやってみてください。それでは早速だけど、引きますから、とりあえずこの2つ買いますね。よし、購入完了。まあ、正直 AP パックの方が欲しい感あるよね。AP パック。ね、このスタミナ回復するやつ。だからね、ちょっとあと5日なんですけど、このお得なね、パック、C パックとかね、B パック、ちょっと少し買っちゃったんだけど、のとかも、あと5日のやつもね、買っといた方がいいのかもしれない、もしかしたら。これあると、やっぱ、スタミナが回復した、イコール、イベント回しやすくなるのでね。今回のイベント、どんな感じなんだろうね。さあ、イベントについてはまたね、皆さん各自で遊んでみてください。僕もまた遊んで、なんかいい情報があったら公開したいと思います。さあ、とりあえず今回は、ガチャ引きたいと思います。で、SSR、ね、確定ガチャ。早速ですけど、引いてみましょうか。キャラクターから。マジで、五条先生出てほしい。うん。で、五条虎杖、釘先あたりが出てほしいです。それでは、聞いてみたいと思います。SSR 確定、年末年始確定ガチャ、行ってみよう！出ろー！なんだ、国勢出ろ！あわよくば5体くらい出ろ！うわー！
受けねえげんって後ろのモニターもやもやする。さあどうなる SSR 10個ぐらい出ろ。10個も10個、え1個だけ、そんなそう、ちょっと待って、おい SR もない。俺の術式は SSR 一体だけってどうだん、それねえちょっとへこんでます今。これが俺の3000円。さあでも大丈夫、うおっしゃー最強だからしゃー、狙い通り。いやいい、でも全部許した、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 もう全部全部 OK、 ありがとう五条悟る。 SSR 五条先生が出ました、嬉しいーす。トットしよう、トットしよう、トットしよう、トットしよう。一つだった俺の五条先生がついに突ります。能力 10% アップ、やばいってこれ。もう即やるよ、即やるよ、そんなの当たり前じゃん。どうせ負けないし、当たり前じゃん、マジでマジで強くなったよ。うわ嬉しすぎるこれ。俺の五条先生マジ強いです、最強ですよ本当に。はい、そんなこんなでまだ残ってるガチャ、皆さんもう一回ありますよ。いやこれはいいですね、このガチャって最高ですね。ねえ、これもう終わったガチャってことね。こちらですね。さあ斬新、改めて狙いは規格外とかなんだけど、規格外ってもういるかなーってちょっと正直なところがあって、なんかやっぱ前回のゲットした最強のお二人だっけ、なんかね、あの親友組のやつ、ね、やっぱゲトーと五条先生二人の映ってるやつが規格外で同じような性能してるから、何欲しいだろうなーって思うと、なんだろうね、まあ持ってないのが一個来たらいいなって思う感じで、持ってないの結構あるんで、まあなんか出ろやばいな、これ結構わからん、なんか出ろっていう。大人の時間とかが結構いいんだっけ、大人の時間ねえ。あとは互いを信じてだったっけな、なんか強いやつって、なんか味方全体の呪力を回復するやつが確かあったんだけど、それがちょっと欲しいなっていう感じ。ただどれがちょっとわかんないんでね、まあ、いいや、行っていきましょうか。さあ SSR 回想端子確定ガチャ引きたいと思います。行きましょう、頼む頼む頼む。さあモニターは普通、頼むよ、お願いします。通常パンチ確定分だけとかやめてね、ほんとお願いしますよ。さっきも五条先生だけだったんだから、今回はせめてレアとかさ、なんかいいの引いて、レアある、レアある、レアある、うーん、レアある、 SSR SO2 個ある。うわー、おう召喚一新、これは激アツ。召喚一新はマジ強いんです、人権クラス。さあユウキ君いいね、かけられるわ。召喚一新は全体に必殺ダメージをね付与するやつなので、メカ丸まだあるぞ、もう一個あるからな、もう一個あるからね、 SSR の斬新頼むぞ。もう一個紹介してもいい、むしろ勝つぞ。分かった、来た、なんだ、あ、これは強者のタワーブレーン、これなんだっけあ、これあれだ、あの規格外の体術バージョンのやつなんかね、体術アップ、体術をがっつり鍛えるんで、今後体術オンリーのめちゃ強キャラが来たらすげえ使いやすいってやつかな。多分もう一個のスキルあれ回避だよね、いいね。で召喚一新はこれマジ強いやつですね、味方全体に必殺ゲージ上昇量を付与、これマジで神神です。待って、俺今回激当たりです、やばい、ガチで嬉しいわこれ。召喚一新まだ1突もしてなかったんですよ、それがそう、突れるようになるってことなんで、突りましょうか。それ2個目のスキル、相手がブレイクした場合自身の必殺ゲージが回復っていう、もう神みたいな能力が付与されます。ありがとうございます、あざざざざます、あ来た、これは嬉しすぎる、嬉しすぎる、嬉しすぎるねえ。いやこれはね、ちょっと最高でしたね年末年始のそう確定ガチャね、ありがとうございます。ちょっとねお金がかかるってところがあれなんですけど、まあ、ぜひとも皆さんね、引こうかなって、お年玉で引こうかなとか思う人はぜひとも引いてみてください。1月のね10日ぐらいまで確かやってたのかな、ね、もう俺は引いてしまったんですが、1月10日までですね、はい。まあ、SSR 確定キャラの方はね、まあ、ぶっちゃけキャラ持ってたら引かなくてもいいと思います。まあ、俺みたいに五条先生ピンポイント狙いとかして、あの魂をかけるんだったらいいかも。で斬新は、まあ、こっちは引いた方がいいかもしれん。こっち斬新って結構持ってない人いっぱいいると思うんで、俺も全然持ってないのよ。ねえ。なんで、斬新狙いの方はぜひとも引いてみてください。はい。
ということで、じゃあ皆さん今回ここまでにしましょうか。イベントは俺この後ちょっと遊んでみてぐるぐる回してみたいと思います。イベントのね、やっぱちょっと細かい部分、ストーリーとかは自分で各自でやっていただきたいと思ってて、なんかね、いい攻略とか、ね、おすすめのなんか素材集めとかがあったらまた紹介していきたいなと思います。はい。それでは皆様、ね、今日も見てくれてありがとうございました。ファンパレ、マジおもろいっす。新イベントも楽しんでやっていきましょうか。よし。それでは、高評価してない方はぜひとも高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。なんかコメントでいい情報あったら教えてね。OK。それではまた次の動画でお疲れ様でした。バイバイ。